この度は本当にあの今まで頑張ってくれました、本当に。ニャンダローリング選挙あー、ユーザーさん選挙あの友ユ選ジンセンー、タンタカさん選挙オレンジ選挙 o g p オージーピージーこれはあのカリンキャミにも届いていると思います。メンシセンキュケンツイ選挙はいー、マダローミ選挙デーモセン選選挙ありがとうございます。ユいイタン挙ありがとうございます。あれ 今までねあの随、ー、分と頑張ってくれました随分とね頑張ってくれましたはいねありがとうな本当になありがとうなうん思えばねもう5年間もずっと最前線でね頑張ってくれたね お前ありがとうな。ああ、光電皆さんありがとうございます。本当に、光、う、電、ん、はい。光電いっぱいありがとうございます。ありがとうな。お前らな。ずいぶん頑張ってくれた。<laughs> いや、お前ら、いい女だったよ、本当に、うん。よかったよ、すごく。いやー、というのもですねー、あのー、 調整表がね、あの公開されまして、調整表が公開されまして、こちらのね、あのー、大型アップデートといわれる、ね <coughs> うん、まあ公開されまして、まあこちらの方でね、えー、 まあ一応そのまあストリートファイターの未来がえー、記載されていたんですけどもまあこれ読み上げていきましょうかうんさ早速ね読み,読み上げていきましょう配信開始ああ確かにしてないね、えー、次早速まあキャミーいきますか ね、キャミまあこいつはねもう追悼式あげるのも当たり前もうしょうがないあっねっ明さんにちょっと合唱キャミさんもうしょうがないもう結構ねもう猛威を振るっていたので、まあ、PC 版に俺による恩恵っていうのはまあ十分にあるんだけどもとはいえこれから先ね、えー、どん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 やっぱその PC 版が当たり前になってくるしまあそれを当たり前として認識しなければいけないただそのせいで初中級者は結構辛い思いをしているっていうのは本当に申し訳ない っていうのはある、うん、なのでまあ言うてまあキャラパワーはやっぱりあったので、えー、大会でも結構活躍したしね日本代表にもなりましたんで、まあ、ここはしょうがないかなというふうに受け止めてはいましたうんでどういう調整来るのかなって楽しみにしてました、えー、体力925から900当たり前すもうしょうがないもう受け入れよスタンチ925から900受け入れよもうしょうがない 体力がもう下がったんだから、スンチオも受け入れよう。まあ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 、まあ。タシキ競パン、カラブル時の硬直を4フレ増加。やらい判定増加。うーん、まあラブル方が悪い。まあしょうがない。受け止めよう。立ち中継、ガード時の硬直差をマイナス2からマイナスよ。うーん、きつい。正直きつい。正直きつい。でもまあ、受け入れよう。 しゃがみ中キック、空振り時の硬直を14から18フレに変更しました。空振り時、硬直中のやられ判定を前方に拡大しました。ちょっと待って。ちょっと待ってください。体力下げたんですよね。で、基本性能も下げたんですよね。どっちか片一方にしてくんないどっちか片方にしてくんないかなちょっと両方は。 ちょっと待って、両方はちょっとさすがに <laughs> 両方さすがに両方さすがにね。で、えっ、ー、とー、大体にね、中足の硬直、えっ、ー、とね、大体硬直時間っていうのは、まあ中足の硬直時間は、全キャラ見ても、大体14から16の間。 18て大攻撃かよもともとのキャミーが20ですからそれより2フレ少ないぐらいの大攻撃かよ18て。しかもやられ判定も丁寧に前方に拡大マジかまあどっちかだったらまあまあ全然納得だったけど両方かよって感じだったね おまあ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 ま、ね、まああとはねえっ、ー、と一応強化もらってます今日スパイラルアロー、うん、ダメージがね100から120でスタンチが120から150、まあ、これ強いっすてか戻ったっすおかえりって感じちょっと待って前の前のバージョンどんだけ強かったの <laughs> それプラススパイクもスタンチ高かったんでえちょっと待ってどんだけ強かったの っていう話でまあまあまあ PC 版じゃなかったんでね PS4 版だったんでチラシ確認できないしまあまああれなんですけどまあおかえりって感じ戻っただけこれは一応戻りましたうん初段の攻撃判定を後方に縮小しましたちょっと待ってちょっと待って待って待ってまたまた、まあ、今気づいちゃった後方に縮小っていうことは、えー、つまりはこれ初段当たることが少なくなったってことだよねやばくないそれ 中和先端だとえちょっと待って中和先端だとダメージにして50しか減らなくてスタンジにして70しか減んないのえこれやばくないこれ強化に見せた弱体化じゃない まあ、調整方針見ましょうキャミーは中距離の牽制からスパイラルラロールにつなげ、えー、近距離のラッシュに持ち込むスタイルを得意としています、えー、相手はリーチと突きの少なさを兼ね備えたキャミーの牽制技にリスクを負わせることが難しく、えー、置,き場に置き技に対して相性がいいキャノンストライクといった攻めでも持ち合わせているので多くのキャラクターで対応が困難なほど地上戦が強くなっていましたねっまあまあまあ納得でしょう えー、攻めの起点となる、えー、強パンや、えー、中足といった技の空振りにリスクを持たせ、えー、近距離戦への導入部分を難しく調整を行いましたとまた体力スタンチの低下での、えー、低下で防御面を下方修正し総合的なキャラクターの強さを整えていますその他コンボで、えー、ダメージと画面を押し上げる能力が えー、両立や今日スパイラルアローは初段の攻撃判定を縮小し距離が離れてた場合は2ヒットしづらくしました1ヒットとなった場合は大きくダメージが下がるので牽制からダメージを奪いたい場合は中盤を使うなど状況による使い分けを考える必要があります2ヒットした場合は以前よりダメージが高くなっているのでうまく活用できれば接近時の攻撃は上がるようになって誰が密着で中ュアシューの誰が密着で中ュアシューの 念入りやね。ほんとに。念入り。いや、両方もぐのはやりすぎだね。だったら925のままにしてほしかった。さすがに。いいよ。性能を下げるのはいい。しょうがない。もう、暴れた。けど、中足確認できてる人、何人いんのキャミーで勝ってる人、何人いんの みんなみんなあれだよキャミン使う難しい難しいって全然勝ててないよ簡単に勝てるベガとかねバーディーとかに駆逐されて苦しい思いしてでもキャミン最強キャラだよねって言われて苦しい思いしてんのに今度はキャラまで弱くするんですかこんなに両翼もいでなあお前両翼もがれて このお下げ2つともねえでかなんで弱くなってないのあとで言います藤村さんあとで言います大丈夫です安心してくださいそこ押さえてますんで大丈夫ですなんでまあでもね暴れたんでまあ受け入れましょうしょうがないでも大丈夫でも大丈夫 俺にはねいるんで,でも大丈夫大丈夫ってこの子ねあんまり大会でもそんなに暴れてないし。